はい、あのバイデン政権のインド太平洋戦略、はい、ということで、はい、いきましょう、バイデン政権の、まあ、次期アジア太平洋、はい、関連ですね、まあ、うん、外交の安全保障系のところで、うん、かなりいい人材が、はい、まあ、集まってますということで、うん、まあ、論客としても有名だったですね、うん、ラッシュ・ドシという方ですね、はい、うん、この方はブルッキングスの方で研究員やられた方なんですけど、それと日本とも、まあ、すごくつながりの民主党政権での日本とのつながりも深い、はい、カート・キャンベル、はい、このお二方が、うん、はい、あの同じそのバイデン政権が目指すべき方向としてですね、論文を書きましたと、はい、いうことがありました、はい、うん、はい、フォーリンアフェアーズに載ってた論文なんですけど、1月12日にカート・キャンベルとラッシュ・ドシって こ,、まあ、こういう形の、はい、インド系の方ですね、ラッシュ・ドシの方は、はい、うん、はい、あ、でインド系の方で、しかもこの方は肌がいろいろ白いので、はい、インド系の方でこの肌が白い方はですね、どちらかというと階層は高いという、まあ、社会の階層は、なるほどなるほど、はい、ということは言います、はいはい、はいはい、でこれネタ、すみません、ちょっと人種差別的な話ではあるのかもしれない、うん、これ、まあ、事実ではありますので、はい、でこの、ここのね話で、この論文なんですけど、うん、どういうことかというとですね、まあ、アジアの、東アジアのバランスオブパワー、はい、はい、あのまあ、勢力均衡状態、うん、これを保つために日本は、日本じゃないアメリカ頑張んなきゃいけないということで、はい、キッシンジャー、うん、皆さん覚えてますか、はい、キッシンジャーの、ね、回復された世界平和という、うん、あの彼のデビュー作があります、はい、これハーバード大学で非常に有名になった、うん、彼の論文を元にして書いたものなんですけど、うん、これを元にしてですね、うん、はい、アメリカは東アジアのバランスオブパワーを、うん、昔のヨーロッパのこのキッシンジャーの回復された世界平和の中にあるような、うん、もの、はい、やり方でやんなきゃいけないと、うん、あの保っていかなきゃいけないということを言っております、うん、でこのヨーロッパのこの、キッシンジャーの、歴史の教訓から得た3つの教訓があって、はい、バランスオブパワーが必要、うん、それとその地域の国々がこのバランスを、まあ、正しいよねと、はいはい、正当なもんでレジティマシーのあるもんだよねって認める必要性、はい、うん、それとあと同盟国とパートナーの連合の必要性、はい、まあ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 この辺ですよ、普通の、まあ、あの、まあ、正当な真っ当な考え方をしてるということで、はい、21世紀の解放によって解放性によって特徴づけられるようにすることである、うん、まあまあまあそう言うだろうねっていう結論なんですけど、バイデン政権、まあ、これをまあ踏まえてちょっと考えたいんですけど、うん、バイデン政権ですね、意外にやる気を出してるというか、まだちょっとこのバタバタしてて、はい、政権変わったばっかりで、あんまり何をするかっていうのは決まってない時点なんですけど、はい、一応2つ政権移行期間の途中ではあるんですけれども、はい、まあ、喜ばしい、はい、喜ばしい話が2つ飛び込んでおられます、はい、1つ目台湾ですね、うん、はいはい、こういう情報が出ております、はい、アメリカ国務省、これ23日の声明で、まあ、だから政権発足、はい、ね、発足してから3日目ですね、はい、うん、はい、中国に対して台湾への軍事外交経済的圧力を停止し、うん、台湾の民主的に選ばれた代表者と有意義な対話を行うように促すと表明したということですね、うん、はい、だから台湾と仲良くやれよということを、まあ一応口では言ってるんですね、これはね、はいはい、トランプ政権から民主党政権のバイデンになったら、はい、台湾なんか無視して、はいはい、中国のスパイだからね、バイデンが、はいはいはい、だからもう家族ぐるみで買収されてるわけだから、うん、もう終わりだと、そうです、台湾を見捨てて日本も終わりだと、世界終わりだっていうふうに言われてたけども、全然まだこれ全然、一応現状でね、はいはいはい、まだバタバタしてますから、そう、確定ではないんですけど、ね、うん、基本路線は全然、はい、中国に厳しいという立場ですね、はい、台湾のだからトランプ政権のやり方を引き継ぎそうだなっていう気配は出てる、ね、もう全然出てます、全然出てます、はいはい、なので台湾との緊密な関係を維持する意向を鮮明にしたというふうな記事も出ております、はい、もう一つがウィングですよ、はい、そうですね、はい、これ NSC の報道官、まあ、これナショナルセキュリティカウンシルなんで、まあ、国家安全保障会議の、うん、はい、まあ、トップの上の方の安全保障をやる人たちの人ですね、うん、の報道官が、うん、バイデン大統領はウイグル人への弾圧を大量虐殺、ジェノサイドと呼び、うん、はい、可能な限り強い言葉で反対してますと表明と、はいはい、まあ、実は去年の時点からウイグル虐殺は認める立場はまあ引き継いでるんですけど、はい、それをまだやっぱり一応確認したということなので、うん、そんなにね、そうですね、トランプ政権とよりは結構がっちりやってくれそうだなと、はい、まあ、本腰を入れてやってくれそうだなと、はい、ポンペオが最後にね、はい、滑り込みで入れたから、はい、無視するかなと思ったら、はい、無視しないで全然、はいはい、一応もう早くも言及してるっていうのは、はいはいはい、まあ
いいニュースだなと。そうなんですよね、はいはい、なので、政権移行期間の途中 ではあるがって、うん、まだバタバタしてる途中ではあるがっていう、はい、まあ、一応条件付きではありますけど、はい、今のところいい感じだよ、ね、台湾ウイグルに関しては、うん、とにかく結構いい、いい、方向性を出してくれてるという。そうですね、ただ問題はですね、これ、うん、この記事の中にも、この、ね、元々のこの、ラッシュド氏と、カート・キャンベルの論文の中にもあるんですけど、うん、やっぱりね、中国をまだまだ変えていけるっていうのは、うん、ちょ、まあ、外交文書的なものなんで仕方ないのかもしれないですけど、うん、一応ね、中国を変えられる、変えていかなければならないって入れてるんですよ。そこはね、無理だよね。無理なんですよね。ぶっ潰すしかないって言えば書けないからでしょ。いや、まあ書けない、書けないですよ、はいはい、ただ彼らの全体的な方向性としてアメリカの本音としてはですね、やっぱ僕潰したいなとは思ってるとは思います、はいはい、あとね、僕が一番気になるのはやっぱり、ね、日本の話もこの中に入ってないし、うん、日本がこうしたいっていうのがやっぱない。これは例 の会議 のサミットの時にも言いましたけど、日本はね、そう、ウイグルに対しても言わないし、そう、まあ、台湾に対してももっと強く言わなきゃいけないのに言わないし、そう、日本側がアメリカにこうしてほしいって要望を言わないと、はい、アメリカ側も、あ、はい、そうなのかっていうふうに分かんないから、うん、はい、こいつら何も言わないんだったら何も考えてねえんじゃねって言われちゃうっていう、うん、はい、これですよね。本当ね、日本はアメリカに何を求めるかっていうのをしっかり発信しないと、はい、もう全然埋もれちゃいますよという話ですね。はい、はい、ということでございます、はい、戦略がね、はい、分かるように、はい、この番組はできてるんですけど、はい、もっと分かりたいと、はい、そのために戦略の改造、そして未来予測、いろいろ音声講座作ってます、はい、リアリスト入門とかね、うん、この辺も分かるとアメリカのことは分かります、はい、そしてもう米中激突ね、うん、コロナとフォースターニングでどうなるかということなんかも入れております、そしてルトワックの理論ですね、はい、これは何度も言ってますけど、はい、扶養処方で一番売れてる、売れてる、はい、はい、ルトワックのクーデターにも、そうですね、こちらになりますけどね、はい、こちらですよ。そしてトリプルインベージョン、中国が静かなる侵略をしているという話ですね、うん、はい、はい、トリプルインベージョン、ヒルンハンドの、うん、まあ、前提知識としてこれ持っていただくと、はい、そうですね、次に出るヒルンハンド もう何倍にも楽しい、面白いと、はい、面白いですね、はい、そうですね、はい、楽しめるということです、はい、そしてトップラインのね、孫子と、はい、クラウズビッツと、はい、まさし奥山の地政学講座、あ、地政学の本がね、奥山さん売れてますけれども、はい、もっと勉強したい人はこっちの講座をぜひ聞いていただきたい。究極はこちらでございます。なるほどね、はい、まあ、地政学は、はい、いろんな人が地政学の本書いたり、はい、いろいろ地政学的にって言って番組でいろいろ話してるけど、はい、ちょこちょこ間違ってるんですよね。はいはい。で、それをちょっと正したいなということで、和田さんもこれ、ほら、音声一緒に作ってるから。そうなんですよ。はい。そうなんですよね。だから、はい、ちょっと残念なんだけども、僕、はい、奥山さんの弟子になっちゃうんですよ。残念じゃないじゃないですか。弟子筋になっちゃうんです。残念、弟子筋になっちゃうんで、そうなの。割とこの人、地政学間違えてるなって思うんですよ。奥山理論と、ちょっと違うな、ということは分かってしまう。はい。そうですね。そうなんです。はい。はい、そういうことです。